失恋ショコラティエ。出会いたければあちこち行って迷子になってみな。行き先に迷いなくザクザク前進してっちゃう女の人より、うろうろ心細そうに迷ってる女の子の方が男の人は寄ってくるものだ、なんていう言葉が第4話であったりもしたけど、まあその女の人にもよるとは思うんですけれどもね、ただその紗栄子さんみたいなね、ちょっとこうええ雰囲気を持っててね、見た目もべっぴんさんですし、困ってたらなんか助けたろうかなと思うかもしれないですけれども、家庭がねあんまりうまくいってないみたいなんでね、相談の方になりきっかけてるのもわからんでもないんですけれども、家庭を大事にするのならもっと家庭だけを大事にしなあかんと思うし、でもねチョコレートをねあれほど買い込んで、しかも賞味期限っていうのも気にするほど、つまりしばらくはショコラベに来ない、ソータに会わないとまあ心に決めたわけで、そのあたりなんとなくサエコっていうのがね、ただ単に思わせぶりばっかりの怖くまっていう感じよりは意外としっかりとした考えも持ってるんじゃないかなと、で、あの旦那さんともね、しっかりとした恋愛感情と二人での幸せな生活を夢見ての結婚であったわけで、それが早くも崩れかけてるから、なんとなく癒しを求めてチョコレートになびいている。で、そこにソータがいるっていう感じで、実際のところソータに旦那の代わりをしてほしいっていうわけでは決してないんじゃないかと。で、一方ソータの方は、サエコとの関係っていうのは実現しない、それは分かってるだけに、なんと妄想を現実にするかのようにエレナとのセフレ関係を継続中。まあね、このエレナもね、他にも片思いがあってね、ソータと気が合うということなんですけれどもね、それこそオリビエも突っ込んでましたけれどもね、もう二人付き合ってるみたいなもんなんですから、もう仲良したらええんちゃうかなと。で、そんなソータとエレナの関係に対してずっと前からソータに片思いをしているカオル子は思わずきついことを言ってしまう。まあね、これこそ女心っていうやつなのかもしれないんですけれども、なんせね、こんだけ近くにおる人間同士でね、ややこしいってしゃあないんですよね。もうみんなこう集まって、誰は誰が好きやとか言い合って、はっきりせえと言いたくなりますけどね。ちなみに今回の役どころに関して、水川あさみ自身は公式サイトのインタビューで、ソータくんに思いを寄せながらも素直になれないカオル子というのはやっぱり切ないです、いつものソータくんと思いがすれ違うシーンもそうですし、第4話の関谷さんと飲みに行って酔っ払ってソータくんのことをバーッと話すシーンでは、演じるうちに悲しくなって監督にも泣きすぎですって言われるくらい泣いちゃいました。カオル子は常識的な人で、ソータ君に対しても的を置いたことを言っているんですけど、逆にそれが間違ったことのように見えてしまうのが悲しいですし、どうやったってサエコさんには叶わないと半ば諦めているからか、素直じゃないし頑固だったりもする。台本を読んでいる時から切なくなります。今後どういう展開になるかわかりませんけど、なるべく自分の正直な気持ちをソータ君にぶつけてほしいです。そうすることで成長できるんじゃないかなと思いますので。それとカオル子はソータ君に、サエコさんのどこがいいのって小獣とみたいに口うるさく言いますけど、それはカオル子にも言えることのように思います。人を好きになる気持ちに理由はなかったりしますし、カオル子の気持ちもわからないではないですけど、彼女の場合はまず自分に自信がないし、同じ職場の中で気まずくなりたくないっていうのもあるんでしょうね。でも私だったら言っちゃいますね。片思い人たちのドラマですけど、思いは伝えてなんぼだと思いますので、振られたとしても結果が出ないことには次の一歩が踏み出せませんし、関係性は変わっても悪いようにはならない気がします。ただ12年もの長い片思いに関しては個人的にはちょっと考えられないですけど、この間さとみちゃんとソータの最恋の思いはもはや恋愛というよりファン的な気持ちなんじゃないかって話になったんです。そう考えるとわかるなって思います。それからさえこさんに関しては、なんと言っても女子力、あれは羨ましいですね。3話にも出てきましたけど、合コンに低いヒールで出かけるとか、寒いのに薄着していくとか、そんな発想が私自身に全くなかったので、サエコさんの女子力の高さには毎回驚愕させられています。きっとカオル子もそうだと思いますけど、サエコさんのように振る舞うことでモテるのなら試してみたらいいですよね。とにかくみんなが片思いをしているドラマですので、誰に感情移入をしてみるかによって見方が変わると思います。そうやっていろいろな側面から見られるのが面白いと思いますし、特に女性は分かりやすく共感できる部分があると思うので楽しんでいただきたいですね。カオル子は今は悲しい立ち位置ですけど、幸せになってほしいので、演じる私としても頑張りたいなと
皆さんにも応援していただけたら嬉しいです、うん、もうそのカオル君もね予告ではねちょっとソータに告白してるような部分もあったんで、うん、今後どうなるかっていうのが気になりますけれどもね、うん、でまあ失恋ショコラティエドラマのもう一つの見どころいわゆるチョコレート、うん、特に今年のバレンタインデーなんかではね結構参考にした女子なんかもいると思うんだけど、うん、最近のバレンタインってね、うん、友チョコとかでね友達とかにも送ったりするわけじゃないですか、うんうん、なんかごっつい量のチョコレートがいるとか、うん、そういう話も聞くんですけど、うん、僕はね中学からも男子校やったんでね、うん、基本的にその辺にバレンタインの思い出っていうのはないんですけど、うん、で気になる視聴率は第4話 11.8 第5話 10.5 とまたまた右肩下がり、ちょっと残念ですけれどもね、うん、ということでとにもかくにも失恋ショコラティエこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、うん。